ユニクロ白石舞をモデルに起用、おばさん間否定派続出の声、炎上という記事に対するネットの反応。白石の着こなしは SNS で物議を醸しており、やぼったく感じる、小綺麗なおばさんに見える、通販カタログのよう、と指摘されている。スタイリストによると、白石のファッションには芸能人らしさがなく、ユニクロの狙いがあると考えられる。ユニクロは海外のモデルを起用することが多く 日本人の体型に合わせた服を提供しているため白石の身長や体型が一般的であることから服を手に取りやすいという1枚目の写真の足元がやぼったいなんでこの服装でローファーなんだろうねパンツとかちょっとだけヒールあった方がいい気がするウエストもズドンと見えるからセーターの裾スカートに入れてウエストマークした方がいいなんか全体的にスタイル悪く見える着こなし C にこのローファーが売ってるからだと思う でも素足に履くなら少し丈短いパンツで足首だけ見えるとかそういうのの方が合うよね。チャンキー味のあるごついローハーなのにもとたのが妙に貧乏くさそうというか変だよね。顔タイプが合ってないんじゃない。はい正解。こんな美人でもこうなるという悪い例になっちゃってる感じ。フカキョンの時も微妙だった。フェミニン。エレガントはカジュアル壊滅的だよ。カチッとした制服、c e とか、はめちゃめちゃ似合いそう。 そういうのは日常では着ないから普段着が本当に困るんだよね。イコマさん。だっけの顔タイプの方がユニクロは似合いそう。全身ユニクロでもようになるのはスタイルのいい外国人くらいだよね。モデルほぼ外国人だよね。若いモデルさんも今時だなと思う。店舗スタッフが着てるの見るとオシャレに興味ある人が着ても庶民的よね。 その調子でスタイルいい外国人モデル使った着画ですら微妙な時あるからユニクロは試着必須だと思う。それに連なれて買って失敗しがちな私はマイアンのようなリアルさがありがたいよ。マジでこれ、ユニクロの HP 見ると超絶スタイル良い白人黒人ばかりで服がすごく綺麗に見える。お母さん感あるね。 主婦っぽくてい員いじゃないの知らんけど、ちょっとご近所のスーパーに行ってくるわって感じだね。上から撮ってるからますますそう見えるんじゃ。でも本来のユニクロ感出てるよ。日誠っぽくもある。こんだ翼とかカジュアルな服が似合う人の方がユニクロ人友は合いそう。骨格が合ってない服着てるからじゃないこういう服が似合わないんだろうな。やっぱユニクロって安っぽいね。 日戦のカタログ的な何か。運動会で配られるようなでかい赤 T 着て華やかでいられる人なんて皆無むでしょう。足元がやぼったい。ユニクロって顔は小さい平均身長よりの人をモデルにしてるイメージあるわ。160後半が着るとズボンの丈が足りないし。往年の昼ドラとか土曜ワイドの女優の衣装っぽい。ユニクロでおしゃれな街はいけない。近所で買い物や散歩するときだよね。ユニクロって誰なら似合うんだろう。ホンダツバサとか川口春菜じゃない。 スーパーモデルの富永愛さんだとどうなるかみたい。あっちゃんが全人優やってた時も似合ってなかったね。あっちゃんはかなりスタイルいいと思うのに不思議だった。ユニクロはこういう普段着れる服だからこそいいんじゃないの。顔がどのつくフェミニンだもんね。ユニクロに起用する方が悪いよ。似合ってる似合ってない以前にコーデがダサすぎない。組み合わせ誰が考えてるんだろう。ユニクロはダサい。品質も悪くなった CM に出てくる。 モデルには騙されない。オーバーサイズとか型落ちデザインってやぼったく見えがちだと思う。ウェーブだから似合わなさすぎてきつい。この傾向いつまで続くんだろう。荒木優子なら良かったかもしれない。赤も青も原色だよね。原色に合う人って少ないと思う。顔タイプってあんまり気にしたことなかったけどこういうの見ると相性ってあるんだなって思う。この人はジェラピケ野郎。佐藤しおりとかユニクロアイ X になってから収益化になってからさらに悪意のあること投稿して炎上させようとするのが嫌になってくる小綺麗なおばさんの参考になっていいのでは白石舞自体がユニクロに合ってないのかもお顔が大きい日鮮カタログでよく見たルック本人が着体からではなく仕事だから着てるような感じおばさんもよく全身ユニクロ着てる人多いからいいんではやぼったさは骨格タイプの問題 とりあえず読んでて顔タイプはエレガントなんだなということは分かった。白石舞ってとても美人なんだけど、微妙に洗練しきれてない何かを感じてたから割と納得、何かがいつも少しだけださい。福山の嫁は良かった。白石舞は顔は可愛いけどスタイルが平凡だからな。美人だけど首とか足が長いイメージはないかも。マイナスつきそうだけど本当にそれ。本業のモデルはガルでは叩かれそうな個性的な顔の人も多いけどスタイルはほんと綺麗だからね。 服が入えるのよ。美人の無駄遣いだね。いろんな写真綺麗な人だなと思ってたけどこれはかわいそう。白石舞はどちらかというと昔からスタイルは庶民的だし、親近感湧くタイプだと思う。モデル仕事させるのが間違い。UNIQLO ってなんであんな全てがダサいんだろう。シンプルなはずなのにダサいって逆にすごい。単足に見えるファッション W。ガルミンは大っ嫌いだろうけど水原のり子とかガリガリだけど洋服着せると抜群に映えるからな。 向き不向きがあるよそりゃあんな有名なモデルだったらどんな服でも綺麗に着こなすと思うスタイルは抜群だろうしだからそう書いてるじゃん W 毎年人気のカラーもののニットとか買ってみるけどなんかやぼったく見えるなぁと思ってたらユニクロの服はシルエットが微妙なのか31歳いておばさんじゃん多分私が着た方が似合う白石舞って身長162センチらしい一般人よりはスタイルもいいんだろうけど こうなっちゃうんだね。マイアンはソニーやめた方がよかったと思う。ユニクロださすぎ。去年と同じ感じのワンピースまた発売して何やってんのいつになったら今どきな服作れるん逆にフェミニン系の顔のおばさんってどういう格好をしてるのか教えてほしい。おばさんってみんなカジュアルな格好をしてるからフェミニンな格好してると浮くんだよね。白石舞彼氏いるのかな足立由美がユニクロ着てた時オシャレで可愛かった。おばさんに見えるというか実際におばさんじゃない。 演技下手すぎるからドラマや映画には出ずにモデルだけやっててほしいんだけど。最近どこも坂系が必ずいるからげんなりする。俳優事務所から連れてきた方が良いのに、ユニクロ着たいいとよまりえ。立ち姿とかあんまりモデルっぽくないよね。シャキッとしてないというか。カメラマンの下手くそでは。だっても大場さんでしょう。若い娘からしたらアラサーはおばさんだよ。教場の時にスーツが似合ってないなと思ったのを思い出した。 もしかして白石さんってぴったりはまる服装のバリエーション型の俳優さんより少ないタイプの顔立ちなのかないいとよまりえのユニクロスタイル良いし洋服の形がわかりやすくてよかった雰囲気も自然ユニクロみたいなシンプルな服って割とかっちりした体型で身長大きめの人が似合いそうだよねシンプル系なら広瀬すずちゃんの方が似合いそう服を手に取るハードルが下がる前に服が魅力的に見えなくなってるのが問題じゃないのかな服のチョイスが間違ってるんじゃないかな スタイリストにも問題ありと思うが。UNIQLO はいっそインスタグラマーとかが CM した方が売れるかもね。インスタでの宣伝効果高いみたいだし。綾瀬はるか、変わったの父がめっちゃ下に見える。白石舞みたいな顔立ちって服がオシャレに見えない顔立ちなんだよね。スタイル良くても、コンサバや古いけどエビちゃんスタイルは似合うけど、無印やユニクロのシンプルカジュアルはダメ、もうおっさりする。還暦超えのおばあさんだな。 洋服のセレクトが悪かったんじゃないのか綾瀬はるかの時はそんなにおかしくなかったしユニクロスタッフの人の着こなしスナップみたいな画像の方がおしゃれに見える肩から二の腕あたりが丸くなって見える親近感は湧くけどこの子ですらおばさんっぽくなっちゃう服着れないわよユニクロっていつも欲しくならない広告だけどある意味リアルで良心的なのかもうーんんおばあちゃんが着てたら可愛いいかも武井咲とは大違いだね 武井咲もそんなに背が高くないけど似合いそう。ダサいユニクロのせいでガルオバさんに無駄に叩かれてかわいそうなマイアン。単純な色の組み合わせが悪いと思う。トックスが鮮やかなのにボトムスがそれに映える色にもなってないし、マイアンならくすみカラーの方が似合いそうなのにスタイリストが悪いわ。綺麗なお姉さんに見える時もあれば、綺麗なおばさんに見える時もある。良い時と悪い時がはっきりしてる感じ。もともと顔が小持ちパート主婦顔。 専業主婦感が半端ない。この人に対して業界内に芸能の仕事がうまくいってるのが許せないお偉い人そ相いつも芸能活動を良い感じになると畑き記事出るからいつも。20代も後半になればパーソナルデザインかなり大事。白石は足短くないよう、RAY 編集や乃木坂の他のメンバーにも腰位置は高いと言われていた。乃木坂の衣装はほとんど体型が隠れるので、小顔の西野とアスカがスタイルいいみたいに言われていたけど、 足の長さが分かってしまう衣装だとび妙なあちゃんは今や太ったバトでアイドル時代の面影が消えた。マイアンはスタイル維持してるからすごい。30代のフェミニンタイプのカジュアルな普段着ってどこで買えばいいのマイアンがおばさんに見えるわけないだろう。おばさんに見えるのはガルちゃんのおばさんだよ。162センチは高い方やろ。ユニクロといえばアヤセさん。コーディネートと取り方に悪意を感じる。マイアンはフェミニン系だから合わないんだろう。 若いママさん向けの服って感じに見える。ターゲットもそんな感じなんでは、この人35ぐらいに見えるから参考になるんじゃない。日本の女の子の骨格が変わってきてる。ストリートスタイルが全く似合わなくなってきてる。古き良き着物に帰る時が来てると思う。一時期スタイルがいい人が多かったのは確かでだからユニクロみたいな会社も流行ったけどユニクロが似合う子が日本に少なすぎる。 韓国でユニクロが流行するのはそういう理由だよ。気持ち悪いコメント。ユニクロに合うのは骨格ナチュラルってイメージ。ストレートかと思ってた。でも上と下で骨格タイプ違う人もいるから難しい。ガルちゃんの広告本当にキモい。上からのアングルじゃないか。そりゃスタイル悪く見えるわ。チラシに映ってたのは綺麗だったよ。この人北川景子と一緒でショートにしてハンサムファッションした方が綺麗だと思う。ガルオバ世代だからかこの人好きだよね。そうなの 足田真奈やメルルが大人気な印象だけど、この人もなのカジュアルも似合うのになぜこの人もがスナイデルのイメージはないわ。小ざっぱりしてるファッションのイメージ。今流行ってる砂とかの量産っぽいワンピースとか髪型似合いそうだけどな。藤原のりかかっこよかった記憶ある。多分この人はイエベハル。だからブルベ向けの色が多いユニクロは微妙になる。